1日1札幌フリッパー4月号を読む。今回はですね、フリーペーパーでございます。地域新聞フリッパー札幌市内10区 84.7 万部発行のフリーペーパーです。こちらのですね、4月号をご紹介いたします。4月号の特集はですね、最強スタンプ&ポイントカードを探せ大作戦ということで、スタンプカード、ポイントカードのですね、お得な情報などをですね、紹介されております。例えば、こんな感じでございましてですね、まあ、じゃあ、いろんなポイントカードがあるけども、何が一番得なのか、還元率で比べてみようということで、これ実際にね、ポイントカード財布にいっぱい入ってて、例えば10回食べたら1回無料ですとかですね、20回利用したら50円引きですとか、パンパンに財布に入ってるけど、ちっとも還元したことないっていう人もいるんじゃないかと思うんですけども、この還元率の高さで言いますと、このフリッパー調べによりますと、ビアケラー札幌開拓市、これは札幌ファクトリーの中のレストランですね、ここがランチが1回800円、で1回ごとにポイントを1個してもらえると。で、ここで、ランチ800円が1食サービスと。つまり800円のお昼を月、火、水、木、金と食べると、翌週の月曜日のランチがタダになると、還元率が 20% でお得でしょうというふうになっております。こんな感じの還元率チェックがあったりですね、あと地域別で、男女比別で、スタンプ&ポイントカードはみんな何枚持ってるのかと。このフリッパーデータによりますと、一番多いのは四五石区の 10.3 枚で、一番少ないのは、清田区の 8.1 枚と。本当かなとか思いますけどもね、他にも、よく使う、スタンプ&ポイントカード、それからですね、私が使う、カードはこれとですね、まあ、珍しいカードとかですね、お得なカードなど、ユニークなカードなどが紹介されております。いろいろあるみたいですね。僕はでも財布の中は、スタンプカード、ポイントカードは、4、5枚かな。多分一般の方の平均よりも少ないんじゃないかなと思います。他にもですね、石狩一品発掘のコーナーとかですね、企業の地域社会貢献活動掲示板とかですね、様々な飲食店の情報も載っております。ということでございまして、今回は、札幌のフリーペーパー、フリッパー、4月号ですね、紹介しました。これも後輩式ではありますけども、生協とかですね、いろんなお店でもですね、置いてますので、読みたいなって方は札幌市内で探してみて、ぜひ入手してください。